こんにちは、おめえです。本日は不思議な召喚書29連回していきたいと思います。狙うキャラは星4でいうところの、水ホルスですね。水ホルスが欲しいなっていう感じですね。で、まあ、星5が出たらラッキーかなというような感じで、出たらラッキーで、はい。一応狙うはアークエンジェルですね。火のアークエンジェル。まあ、アークエンジェルだったらぶっちゃけどれでもいい。プラス、赤バルキリー、非バルキリーですね。バネッサが欲しいところです。さあ、29連回していきます。はい。ノーバーチ。まあね、そんなに甘くないガチャですから。甘くないね。ペンギンない。いらないね。ペンギンないとはいらない。ペンギンない。天丼ですね。持ってる。まさかのペンギンない。はい、フランケンね。はい。ペンギンナイト来なかったね。ホルス来ない。あれ、バチらない、もしかして。ちょっともう本当に辛い。さあ、もう10年過ぎましたよ。インプチャンピオン、はい、なんでかな。はい、いやもうゾウさんいらないよ。もう餌来た、お願いします。ほい、はい、カンフーガール。まあ、風カンフーガールは修正入ったからちょっと強くなったんだよね、確か。カンフーガール、風カンフーだったら頑張ってスキルマ目指してもいいかも。もう風カンフーで終わり、もしかして。いや、まさかだよね。あと1体ぐらい来るでしょう。あと1体ぐらい来ました。はい、あ、なんだこれ。あ、俺調べてないジャッコーラタン。どうなんだこれ。一ターンの間、最大体力 20% 分のシールを貼る。このターンは一ターンに一回のみ。あ、強いんじゃない?味方全員の攻撃速度とクリティカル発生率。味方全体。まあ、4だからスキルマにして3かな。これは。30% の攻撃で2ターンの間攻撃速度を下げる。3回攻撃。あ、3回攻撃で速度アップのクリティカル率アップだから、死のダンジョンとかで使えんのかな?どうだろう?ああ、わかんない。調べてみよう。じゃあ一回あと。うん。赤フランケン。能力の割には、期待外れだった。スキル3が防御無視だから使えるかなと思ったんだけど、ダメージ倍率が低すぎてダメだって。便宜ない。3体目。いらないね。はい。リザードマン。あと1体ぐらい欲しい。あと1バチぐらい来てくんないかな。お願い。1回、あと1回でいいから。ちょっと。ああ、なんか、おあ、はい。はい。今、なんか、絵がずれたかな。音が変な感じだった。来ない。はい。バンティーハンターさん、どうも。ああ、ちょっと待って。音が。あ、あれ?ちょっと待って。音が消えたよ、もう。はい。アヌビス系は、全部いまいちじゃなかったっけな。30% の体力で復活し、2ターンの間攻撃速度1回生き返るんだね。どうなんだろう。はい、ラスト。はい、うん、はい、インペルノさんでした。ということで、私のガチャ29連は以上となります。じゃあちょっと結果を、ジャッコーラタンがなんかちょっと強いかなというような感じだったんで、ちょっと見てみましょう。ジャックさん。さあ、ちょっと評価の方見てみましょうか。可愛いですね。はい。可愛いけど、餌かな。新キャラだぜ。殴られて、貼るんじゃ遅いんだよ。あ、そうなんだ。殴られてからパッシブのシールド貼るから、意味ねえんだよっていう感じなんだ。あ、ダメ?もしかして。風アヌビスダメ?もしかして。風アヌビスは攻撃系なのに攻撃スキルが何もない役立たずモンスター。スキルについダメそうですね。はい、カンフーガールは結構修正入ったから強くなったと思うんだよね、確か。
確か強かったはず。風カンフー、カンフーガールとかものすごい勢いで餌にしてた。修正前、修正されてなんか強くなったって聞いてすげえショックだった。どこ行ったカンフーガール。あれカンフー、いた、これだ。4発攻撃してそれぞれの 50% の確率で強化効果を解除する。このスキルで最終時間に攻撃すると反撃する。でスキル1が連続攻撃、反撃は連続攻撃なのか。これで反撃ルーンで固めたらめっちゃ反撃リンリン、リンリン反撃リンリンになるんじゃない、もしかして。だとしたら結構強いんじゃないか。育てようかな、見た目もいいしな、迷うところ。はい、ということで今回星5一切引けることできませんでした。まあ風カンフーが当たりかなと思われます。はい、本日のサマナーズボーの29連は以上となります。またのご視聴よろしくお願いします。それではバイバイ。